三菱重工業サッカー部。三菱重工業サッカー部は、かつて存在した、日本のサッカークラブ。中日本重工業のサッカー部として創部した。故障は三菱。J リーグに加盟する浦和レッズの前身となった、クラブである。これとは別に、女子チームの三菱重工業女子サッカー部も、存在していた。創部は1950年だが、 三菱重工は当時 GHQ の指令に従って、東日本重工業、中日本重工業、西日本重工業の3社に分割されており、そのうちの中日本重工業サッカー部としての総部である。当初は同工会であったが1952年に社名変更に伴い、新三菱重工業神戸サッカー部となった。当時のチームの中心選手は岡野義貞で、 やがて岡野が選手権任監督となり、伊古智彦、井上健、村田忠浦、関西学院大学体育会サッカー部出身者が次々と加入し、強化が進んだ。岡野はサッカー部監督退任後も三菱自動車工業内で出世し、三菱グループ全体のスポーツを強力にバックアップし、後のサッカー部の重工から自動車移管や J リーグ参加にも関わった。 1956年の全国都市対抗選手権では、当時95連勝と無敵を誇っていた田辺製薬を関西予選で下し、本大会でも快進撃。決勝では長沼県を中心都市岡の俊一郎らを補強した東京キッカーズに延長で敗れたが、準優勝し、全国リーグ創設前の競合クラブの一つとしての地位を確保した。 1958年、新三菱重工が本社を東京に移転したため、サッカー部選手の大半も東京に転勤して、三菱は東京のチームとなる。1964年、三社の再統合により、社名が三菱重工業に変わり、チームも三菱重工業サッカー部となった。日本サッカーリーグでは、1965年の創設時から参加しており、 JSL 通算最多勝利、通算最多勝ち点を記録する。また、古川、現ジェフユナイテッド市原、千葉、日立、現下市はレイソルと並んで、丸の内後三夜の一角を成し、リーグ運営の中心にあった。1964年に行われた東京オリンピックでは、片山博志、杉谷正三を日本代表へ輩出。1966年に、 杉山隆一、横山健造、翌年森高寺らメキシコオリンピックで活躍することとなる選手たちが加入した。これらの選手たちは中心選手として後の栄光の時代を支えた。日本サッカーリーグには1965年の創設時から参加したが、練習場所や練習時間の確保が難航。また当時は車業を最優先し選手たちも様々な。 部署に所属していたため、合同練習する機会が少なく他のクラブの個人を廃した。そこで、監督の二宮博士、コーチの森健二の計らいにより1967年に、三菱重工川崎工場内に正面設備付きの専用グランドを確保するなど、環境改善選手の待遇改善、選手たちを総務部に転属させたに取り組み、それが功を奏し九百七十年代には、 多くのタイトルを獲得した。1975年には、三菱グループ創業100周年の記念事業の一環として、東京都豊島区巣鴨に総合スポーツクラブ、三菱洋和クラブが設立されたが、森健治はこの事業に尽力している。また、同クラブのサッカースクールには、三菱サッカー部 OB が指導者として迎えられ、ユース年代の各大会で好成績を収めるとともに、 多くの選手を排出した。1980年代以降はアマチュアからプロへと変化しようとする時代の流れに乗り遅れ、1986年に日本サッカー協会が導入したスペシャルライセンスプレイヤー、ノンアマ制度にも消極的でアマチュアリズムの画像を固くなに守る、保守派の代表的存在、読売クラブや日産自動車等のプロ志向のクラブに対し、 サラリーマンサッカーと揶揄される存在であった。1980年代中盤には、原博美や名取・アツシ代表クラスの選手を要し、1986から87、1987から88シーズンの JSL において、連続3位に入る検討を見せながらも、前述のような保守的姿勢が災いし、ついに1988から89シーズンに二部に、 降格した。翌1989、90シーズンでは、新人の福田正宏、得点王、二部記録や広瀬治アシスト王、二部記録などの活躍で1シーズンで一部復帰を果たした。J リーグ創設前の通算成績は、JSL 優勝4回、天皇杯優勝4回。JSL は全27シーズン中26シーズンを一部で過ごし、 その通算成績は460戦211勝117、分け132敗、総得点682、総失点507、JSL1 部を経験した全22、チーム中最高の数字だった。JSL1 部への復帰直後の1990年に、子会社の三菱自動車工業にチームを移管して、三菱自動車工業サッカー部へと名称を変更した。 そして従来のアマチュア市場主義を転換して、名門としてのプライドもあって、プロリーグ参加へ名乗りを上げることになった。当初は、江戸川区をフランチャイズに、江戸川区陸上競技場を、ホームスタジアムとして検討していたが、スタジアムの改修、収容能力を1万5千人に、改修で交渉が難航し、右与曲折の末、裏足、現在の埼玉市となった。 ユニフォームは当初は青を基調としたものを着用していたが、1970年代後半の横山監督時代に三菱グループのコーポレートカラーでもある赤を基調としたものへ変更された。赤いシャツ、白いパンツ、黒いソックスのユニフォームは1991から92シーズン後半に登場し、浦和レッズとなった現在も受け継がれている。なおレッズの経営はこれまで、 三菱事項が中心となっていたが、2016年11月に三菱事項保有の運営法人の株式を新たに三菱重工、三菱重工の共同出資により設立された持ち株会社ダイヤモンド会シーパートナーズ株式会社に譲渡。この持ち株会社を介する形で三菱重工が実質的に30.8% これとは別で直接出資として1.25%相当、200万円相当の資本関係ありを保有する大株主となった。2017年からは三菱重工がレッツのユニフォームスポンサー J リーグ公式戦は背中上 AFC チャンピオンズリーグでは胸を務めている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。